はい、ポケモンプラチナアーツからやっていきたいと思います。前回はですね、とてつもなく苦戦してなんとか捕まえれるかなってところまで行ったら、まさかの、お亡くなりになってしまうっていうね、がむしゃらされまして、がむしゃらだったっけ、じゃあ悪あがきだされましてね、まさかのね自害なされてしまったので、今回はもう一発目でマスターボールピュンと投げて捕まえます。うん、それがいいなって。だってやっぱギラティナ欲しいじゃん。さすがに欲しい。うん。私、パルキアとか、よりも好きだから、ギラティナの方が。なんでね。速攻でボール投げます。うん。前回の悲劇はもう見たくない。うん。あれは悲劇だよ、本当に。この曲もなんか耳馴染みがいいもんね。すごい聞いたせいでね。うん、投げまーす。ドーン。よし、まあ、ここで使わずしていつ使うんだって話よね。ゴーストドラゴンか。そっかそっか。うんうん。まあ、ギラティナ使う方は多分使わないけど。ギラティナも分かってくれたみたいね。まあ、そうね。無理やりだけどね。あのポケモンを、影のポケモンを捕まえただと？捕まえたわよ。そうすることでこのおかしな世界を残すと。ということはもう一度赤い鎖を使っても新しい世界を生み出すことができないのか？なぜだ、この世界を守る理由は何なのだ。そんなに不完全で曖昧な心とやらが大事か。生まれた場所、生まれてから過ごした時間、話す言葉、みんな違う。だけど隣にポケモンがいてくれたから、ポケモンがいることが嬉しいから、知らない人ともポケモン同士を戦わせたり交換できる。黙れ。もういい、たくさんだ。だから心が大事だと言いたいのか。そんなもの山で幸せに生きてきたと思い込んでいる人間のざれ言だ。まあ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 、言わんとしてることもわからんでもないけど、今私が感じている怒り、憎しみ、憤り、この醜い感情は不完全な心のせいだ。まあいい、お前たちとは分かり合えない。いいか、私は世界の謎を解き明かし、必ず完全な世界を作り出す。いつの日か気づけばお前は私が作り出した心のない世界に生きている。そっちから帰れるの、あなた大丈夫？悲しみがあるから喜びを嬉しく思い、怒りがあるから優しさが生まれるのに。元の世界に戻りましょう。ギラティナのいた場所にできた穴はきっと私たちの世界につながっている。だってギラティナは世界の裏側にいると神話に残されたポケモン。つながっていないとおかしいでしょ。これ？はい。ここどこ？送りの泉。あの世とつながっていると言われる場所。ギラティナはこの世の裏側に住んでると伝えられていた。大事なこと忘れたわ。あんたすごい。本当にすごいトレーナーね。新王のみんなの代わりに私から言わせてね。ありがとう。はい。とても心配していたから。これ何、登ったらいい？何があるの？何もないの？よいしょ、よいしょ。何があるわけでもないのね。なるほど。何が出てくるんだろう、でもここ。ちょっと気になります。え、待って、レベル高い。ここレベル上げにいいじゃん。後日ちょっとまたレベル上げたいなと思ったらここに来よう。どっから来るのここって。ここはどこ、どこなの。さまよレベル強っ。絶句ってぐらい、ちょっと
んと強い子出てくるやん。サマヨール、うん、もうさようなら。ゴローに用はマジでないのよね。そんなに経験値美味しくもないし、めっちゃエンカウントするんだけど、ここ何、あ、出た、サマヨール。サマヨールな、もうちょっと色がキャッチーだったら私すごい好きだったと思う。ここはどこなの？え、隠れ泉への道？214番道路。あー、ここか。なるほどね。なるほど、なるほど。ちょっと待ってね。手持ちにね、戻さないと飛べないので、空を。マジで私やっぱあれだね、飛行系ポケモンっていうのを手持ちに入れるの無理なんだろうね。だいたい抜いちゃうもんね、飛行ポケモンってね。誰にする？するじゃないわ、誰抜く？とりあえずレベル的に、レベル上げしてるときは基本的にギャロップ抜いてたんですけど、いや、アビナス正直抜いてもいいよなとはちょっと思ってはいるんだけど、いや、やっぱ使いたいなって。あ、いたいた、様子見よ。この子強いよな多分。わあ、なんか普通に使いたい気もするけど、まあどうだろう、なんかいかつすぎるよね。伝説使ったことってありましたっけ、今まで。あるな、あのどうしても勝てない時とか使ってたな。今回もそういうことよ、きっと。どうしても勝てない時に、え、博士のとこ、こい行けって言ってたっけ。博士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 、あれ、マサコ飛ぶんだっけ？飛んでから、あれっていう。久々に来たな、ここもな。え、博士、ここにいんの？ユータ、戻ってきたか。お前は何という。よくやってくれた。本当によくやってくれた。これほどドキドキしたことは60年の人生で初めてだ。博士ったら、あの後いろいろ調べて、それでユータのことすごい心配してさ。知り合いに連絡したりして、それにしてもユータ無事でよかったよかった。そうだ、お前に言うことがあった。3匹のポケモンだが、どうやら湖に戻ったようだ。それでどうだ、調子は。ポケモン図鑑は160何匹か、でバッジの数はなんとも7個持ってるのか。あと渚のジムバッジだけだな。どうだろう、渚のジムバッジを手に入れてポケモンリーグに挑んでみないか。そうすることでお前の世界は今以上に広がるし、さらに多くのポケモンとも出会えるだろう。シロナ君に出会ったらよろしく伝えておいてくれ。それにしてもユータが出会ったのが新葉地方を生み出したと伝えられるポケモンたちなのかな。これで行くと、これでやっと次のジムに行けるってことね。そうね、こっからだよね。こっちから行くか。ちょっと行く前に抜くか。そうだね、空飛びたいけれども、炎がだって弱点の敵がね出てくるかもしれませんから。ごめんね、よろずく、ほんと飛行タイプ私うまく使えないのよ。すごくない？捕まえたポケモンの数の少なさ、やばいよね。はい、行くぞ行くぞ。あ、
ちょっとフレンドリーショップだけ寄っていいですか？ゴールドスプレーをちょっとまとめ買いできたらいいなって。ゴールドスプレー、ゴールドスプレー、あれ買ったっけな私ゴールドスプレー、記憶がないんだけど、ゴールドスプレー、ゴールドスプレー、あ、買ってるわよし、じゃあね、ボールも結局使ってないことになってるからね。よいしょ。ではでは、邪魔です。今の現実だって良くないよね。チャリが人を引いたみたいになってるもんね。じゃ早速ね、買ったんで使いますよ。ボールスプレー、よいしょ。このね、海のあたりとか結構波乗りしていって、なんかトレーナー探したりとかめっちゃしましたね。あとレストランの人全員倒したりとか。ただまあ経験しょぼいんだよね、あの辺ね。いけた、初めて来れたよこっちに。嬉しいね。わ、トレーナー倒す、ちょっと待って、どうしよう。この人エスパータイプでしょ。どうしようかな。でマズマ王のなんかレベルは上げた方がいい気がする。あれだけやっぱいろんなものを耐えられるってなると、育てて価値はない、価値はないじゃないわ、価値しかない。うん、マサヒコ一体だけなの、まさかのレントラ悪夢かな。レントラーでしょ。行けギャロップいや嘘っきーって一瞬思ったけど、嘘っきーって別に地面ではないから普通に食らうんだよな多分電気技って。燃えてしまい、ファイヤーファイヤー、まあいいダメージ。吠える、わチリン、もういいよチリン、やってしまいましょう。サイコキネシスを覚えたチリンの前では雑魚よ、うん、よし、さあめでたい。お坊ちゃま好きですよ、お金いっぱいくれますから、うん、あなた何、ホテルのレストランで美味しい食事の後はポケモン、これがマナーなのよ。え、嫌なマナー、うん、大人のノリかノリか、なんかノリカが持ってそうなポケモンって感じ、うん、あーやだやだ、ピヨピヨパンチとか品が悪いわ。まあ余裕ですかね。アズマオの前ではザコよ。次のジムどうしよう、勝てるかな不安になってきたんだけど大丈夫。電気だよね、よくよく考えたら電気に対して有効なポケモンっていまだに私持ち合わせがいないんだよね。だから大丈夫かな。うわエレブーだ、久々に見たエレブーいいね。いや、よくないな。私エレキッドは好きですけど、エレブーは別になんだよね。よいしょ。てかめっちゃいないトレーナー、大変これは。全員倒しますよ。
悪いけど。何してんの、なんと。投げつける。あ、どうもありがとう、うん、いただけるものはもらっとくわ。この人あれか、夜だけ戦う人ね。え、二人同時がいい。わーい。俺のポケモン見てみてか。うわ、ちょっと待って。大丈夫？出すポケモン間違えてない？気のせい。てか、ウソッキー育てたいんだよな。あの、水辺の人に出すのは違うな。即死だもんな。え、鉄砲を嘘でしょ？弱。マジで言ってます？乱れ好き。雷。一撃粉砕。よし。おめでとう。あ、意外と入る。5回行けば勝てたけどね。うわ、種マシンが地味な技。やだな。もういいですよ、うん、いや、長いですよ。嫌なやつ。16円。はい、ちょっと戦闘変えますか。ウソッキーいきます。でもな、相手絶対水使ってくるんだよな。ちょっとそこのトレーナーはまあいいや、後日で、うん、とりあえず街行きたい、うん、あ、そうなんだ。頑張れ。陰ながら応援しないかもしれない。あ、キャモメ。ウソッキーはね、意外とやれる子なのよ。本当に。聞きません。なんかウソッキーのなんか特性がなんかいい感じで、この本来なら今の技打ったらこっちもダメージ受けるんだけど。それをなしにしてくれるというね、優秀な特性ですよね。石頭だったかな。とりあえずチリーンはもうこれ一撃なので、はい、頼もしくなったよね、ほんとチリーンってね。トゥトゥ、トリートードン。トリートードンはさすがにパチリス。あ、違う、嘘ついた。トリートードンにパチリスはダメだよ。ダメ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 。これウソッキーだよ。トリートードンは地面入ってるからね、もしかからないで。うわ、最悪。やばいかも。あ、ウソッキーマジ、ちょっと待って。チリンやっちゃって、もういいよ、何も悩まずやっちゃって。でも次で、あ、
神通力使ってみます。覚えたんだよね、そういえば。じゃーん。よし、回復しに行きたいですね。死んじゃいましたから。ライバルとかいない？大丈夫？もういたら怒るからね。よいしょ。うわ、指定脳のなんかボンバーの人だ。俺の中のポケモン強さのやつ伝わってくるぜ。ちょっと自己紹介。俺の名前オーバー、ポケモンリーグ指定脳さ。そうだな、君ならできるかもな。この町のジムリーダーだけどさ、久しく手強い挑戦者が来ないからってポケモンジムの改造ばかり、挙句に停電だからな。たく世話が焼けるぜ。君、熱いポケモン勝負であいつのハートをガンガンに燃やしてくれよ。頼むぜ。それはちょっとわからない。私の手持ちでは厳しいかもしれない。よし、ポケセン、ポケセン。いないな。あの横に立ってるトレーナーさん、なんかストーリー進行によってなのかすごいレベル高くて、このポケ戦で勝負挑んでくる系の人ね。ここにもいたら戦いたかったけどな。いないのか。この町何でしたっけ。もう素敵だと思うよ、全部ソーラーパネルって。ごめん、今適当なこと言った、シール、シール屋さん来たよ。何？あ、シール入れもらえたこと？はっ、なめんなよ。ハピナス。ハピナスならいいでしょう。は？コンテスト頑張るとかそういうこと？じゃあいいです。さようなら、おばさん。感じ悪い。あれ？この街なんだか落ち着くんです。海のそばで灯台があって、この先ジムバッジを持ってないと途中で引き返すことになりますよ。あれ？この子ジム？あれ？違うよね。あれ？そうだっけ。これ見れば早いんだよ。やっぱそうだ、電気だ。あれ、この子ってさ、何の子だっけ。なんか知ってるぞあの子。無駄な情報。あの子知ってるぞ。なんかくれないかな。そうだね、こっちには銀河団来てないだろうね。羨ましいよね、だからこの町の人ね、銀河団に触れもせず銀河団終わるっていう。素敵なリボンお譲りします。もらおうじゃない。さようなら。いた、君か。あいつはまだ帰ってきてないぜ。それよりも頼むぜ。ハートに火をつけるほどの熱いポケモン勝負な。難しいこと言うよね。熱いポケモン勝負って何なの。あの岩、本当はポケモンじゃないの。あ、これあれだ、カビゴンっぽい岩だ。かわいい。岩ですらかわいい。雷の石か。石系マジ使わないからな。ここ何でしたっけ。こんにちは。君が持ってる光り輝く眩しい、それは紛れもなくポケッチ。しかもニューモデル。ポケッチいいよね。僕もポケッチカンパニーの OK をもらってポケッチのアプリを作ってるよ。あら、え、何そのギャロップ。真面目な性格のポケモン。カレンダーのアプリをあげよう。
ありがとうございます。無邪気な性格ごめんね、いないと思う。わかんないけどね、ボックスにはいるかもしれないけど、わざわざ確認しに行こうとまでは思わないですよね。電気を使いすぎだそれはそう、よくないよね。やっぱりみんなのね、迷惑考えないとね。確かここにいた気がするんだよな。てんてん、ほら、いた。灯台は俺ら船乗りの見守ってくれるシンボルだな。双眼鏡から見える景色俺大好きなんだよ。いつかポケモンと一緒に行ってみるんだ。頑張れ。ポケモントレーナー渚ジムの挑戦者か。決めた。君が弱ければポケモンリーグで戦わせてもらうとしよう。新大地方最強のジムリーダーとして実力。最強だったっけ。なんかね、四天王の最後だチャンピオンシロナが強すぎて、この辺の人ってちょっと薄れてるよね。ああ、ポケモンリーグだ。ポケモンリーグ見えるだけ。何年それ。ねえ、何年それ、ほんと。てんてん。まあ、じゃあこれでね、ポケモンって何でたの。今これでもジム戦にはいけるので、まあでも今からジム戦はちょっとあれかなね。街の探索でもして終わるか。行ってないとこどこだ。ことか。うわ、すごい人いる。トラップにはさ、タッチ、ああ地下通路めっちゃ行った。私あのウソッキーにアームハンマーだっけ、ウッドハンマー、何あれ思い出させたくて、ハートのロックがどうしても欲しくて行きましたね。ウッドハンマーだ。だから頑張って地下でひたすら化石とかをね、わわわわやって、これとりあえず一周した感じですね。うん、何かあります。ないね。じゃあジムの前まで行って終わりますか。開いて、開くよね。開かなかったら怒るよ私。お、君か、あいつ帰ってきたぜ。なんだか少し嬉しそうだったな。もしかしたら見ただけで君の実力を見抜いてワクワクしてるのかもな。それ頼むぜ、あいつのハートに火をつけるほどの熱いポケモン勝負をな。あー、はーい。ポケモンリーグ不安だ。勝てんのかな。マジダイバリメイクは全然いけたけどな。ね、オース未来のチャンピオン、ちょっとトレーナーケースのバッジの数を見させてもらうぜ。ということは、ここのジムリーダーに勝てばいよいよポケモンリーグだな。ということは俺の最後のアドバイスということでもある。気合が入るぜ、心して聞いてくれよ。このジムリーダーは電気タイプの使い手。以上。は？ね、アドバイスの意味知ってる？この人アドバイス大丈夫？そういえばさ、バッチってさ、あ、やっぱそうだ、あの DS の時代のゲームあるあるでさ、バッチ磨かねえと汚くなるのよ。元が何色か分かんないもんね、これね。見て、全然汚い。ちょっとこうなるみたいです。あ、ちょっとめんどくさいね全部光らせようかと思ったけど、始めたの2月10日なんだ。もうすごい3月末だもんな。よし、ということで、こんな感じですかね。はい。ということで、これで終わりたいと思います。次回は事務戦。まあ、勢いで。まあ、ちょっとほんと、嘘っきーでいけるのかどうか。
まあギャロップもいますし、まあまあまあ、なんならチリーンが頑張るんじゃないかなって思っております。はい、ということでここで終わりたいと思います。バイバイ。